1930年代の交換馬時上海、フランス疎開は、上海に、フランスが置いていた疎開。1849年から1943年まで、疎開になっていた。1849年4月6日、上海にいたフランス領事、シャルル・モンティニーは、上海に、フランス人の居住領域を疎開とすることを提言した。 この五高歩行の西に、イギリス疎開よりも、小さな範囲を新国から咀嚼し、植民地として支配した。この後、イギリス疎開とアメリカ疎開はまとめられ、共同疎開になったが、フランス疎開は単独で残った。1849年に設置されたフランス疎開は1900年に、小拡張、1914年に大拡張された。フランスは、独自に、 金太田局を設置して、ワイ路イを中心に独自にインフラの整備を進め、フランス疎開は、上海最高級の西洋的で美しい住宅街になっていった。ヨーロッパ列強の進出によって、香港、広州、マカオ、旅順、チンタオ、イカイエなどの土地が列強に活用され、咀嚼地や疎開になった。フランスはこの疎開の他にも天津、観光、 甲州に疎開を持っていたが、上海疎開はこの中で最も早い時期に設置され、面積も最大であった。フランスも、共同疎開と同様に独自の警察機構を持った。フランス疎開は、上海疎開の中でも、最も麻薬に対する法規性が薄かったため麻薬の売買も多く、中には、国民党政府海陸空軍総司令部顧問で、 フランス疎開の片出しも務めた、と月賞率いる、チンパンなど、疎開の警察に賄賂を渡して、麻薬売買を公然と行う組織もあった。第二次世界大戦中の1943年2月23日、フランスのビシー政府は中国で保持していた、違い方権を撤廃し、欧朝明政権に対し、北京公使館区域、上海、鈴見郎所共同疎開における、 行政権、上海、天津、観光、関東のフランス戦艦4疎開を返還することを承認したが、王朝明政権は中国における中央政府としてフランス政府から承認されていなかったため、王朝明政権とビシー政府の双方と親密な日本の圧旋によって順次回収される運びとなり、同年8月1日最後に残った。 上海フランス戦艦疎開も、英米共同疎開と共に、仲介した日本によって、王朝明政権へ返還された。第二次世界大戦後、王朝明政権が消滅すると、紹介席率いる中華民国政府がこれらを引き継ぎ、1946年に中華民国とフランスの間で交わされた、中仏協定により、改めて返還が承認された。ありがとうございます。